月に比べたらそこまで暑くはないけど、やっぱりムシムシするから。湿気が多いもんで、サウナじゃないけどそんな感じに感じますね。今日の東海地方は雲がかかり、蒸し暑さを感じる一日になりました。夜など過ごしやすい時間帯も少しずつ増えているように感じますが、日中はまだまだ暑い日が続きそうです。水分補給とか今まで通り意識しないと忘れちゃいそうだなと思います。暑さ対策としての水分補給はもちろん、好みの飲み物を手軽に飲めるのがペットボトル飲料です。このペットボトル飲料にも秋の値上げの波が。キリンビバレッジは来月1日の出荷分から午後の紅茶シリーズの 500ml を173円から195円に、生茶の2リットルボトルを432円から465円にするなど値上げ。アサヒ飲料は三ツ矢サイダーの 500ml を173円から194円に、カルピスウォーターの 1.5 リットルを432円から459円にするなど、こちらも同じく来月1日の出荷分から値上げです。原材料価格の高騰や物流費のコスト上昇などの理由から、多くの飲料メーカーが10月1日の出荷分からの値上げを発表しています。10月出荷分からペットボトル飲料が値上がりします。名古屋の街の皆さんはどれぐらい使っているんでしょうか。1日、ね、500一本とかは買うかな。うちは仕事行く前に買ってみたいな。子供たちも水筒じゃなくても水ペットボトルとか。その中で買うときに意識していることが。そう、これって決めてなくて、お水飲みたいんだったらちょっと安くなってる方のお水のブランド買うとか、ね、安いところで一気に買うのがちょうどいいですかね。ペットボトル飲料といえば便利な自動販売機。自動販売機でも値上げに向けた準備が行われているそうです。道端やビルの中、さらに鉄道の駅などあらゆる場所に設置されている自動販売機。名古屋に本社がある飲料などの自動販売機を運営する会社では、去年から数えて3回目の値上げに頭を抱えています。以前に比べて、そうですね、気温、今年ものすごく高いっていうふうに言われてて、はい、売れる量が上がるんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、値上げのところで売れる本数っていうところは減少傾向っていうところなので。自動販売機で販売する難しさというのがやっぱりあるわけですか。そうですね、どうしても値上がりっていうふうになると、自動販売機だと価格の設定は10円刻みになりますんで、一気に上がったなというような印象がついてしまうので、やはりそこで本数が減るっていうところにはつながってるかなというふうに思いますね。来月の値上げを前に、値上げを知らせる張り紙などの準備が行われていました。はい、はい、ここに見えているものの中でほぼほぼの商品が今回値上げの対象の商品になってます。おお、この辺の、アイスティー、はい、レモンティー、はい、とあと炭酸飲料ですけど、キレートレモンのやつとか、あとは、水、はい、あと麦茶。麦茶、いや私よく買います、この水と麦茶。さらにメーカー側でこんな事態も起きているといいます。定価180円という値段でやってるんですけど、やっぱりこのサイズで例えばですけど200円とかってなってしまうと、どうしてもやっぱり消費者からすると高いなというふうになってしまうので、もうこのまま生産やめますっていう商品もいくつかあったりはしましたね。オレンジを使っている飲料の中には、オレンジの高騰で20円の値上げとなる飲料もあるそうです。24時間365日、いつでも販売してくれるっていうところでの利点はかなりあるんですけど、操作っていうのはできないんで、苦戦する一つの理由にはなりますね。スーパーのようにタイムセールなどができない自販機ですが、
いつでもここに行けば買えるという安心感がセールスポイント。値上げを反映して安定供給を続けていきます。キンキンに冷えていたりだとか、冬場であったりしっかりあったかい状態で買えるっていうのを常にその状況を作るっていうふうにしていくことが、僕ら自動販売機で商売する会社としては重要かなというふうに思います。